皆さん、北の研究室にようこそ。私たちの研究室では水素エネルギー社会実現のための鍵となる物質アンモニアの合成及び分解を高効率に行える革新的な触媒材料を開発する研究を行っています。水素は燃焼させてエネルギーを取り出す際に CO2 を排出しないためクリーンな次世代エネルギーとして注目されていますが、貯蔵や輸送を行う有効な手立てがないため水素をアンモニアに変換する技術が重要視されています。アンモニアは水素と比べて液化が容易であることと、体積水素密度が液体水素よりも約 1.7 倍高いことから水素キャリアとして期待されています。特に再生可能エネルギー由来の水素をアンモニアに変換するグリーンアンモニアプロセスが注目されており、これを実現できる新たな触媒技術が求められており、我々はそこにチャレンジしています。私たちが開発した新材料の具体例を説明します。ペロブスカイト型酸化物のバリウムセリウム O3 は白色の粉体ですが、この金属酸化物のアニオンである O2- の一部を N3- や H- で置換すると、基本的な結晶構造は変わりませんが、粉体の色は赤茶や黒に変化します。このような複数種類のアニオンを持つ材料を混合アニオン材料と呼び、我々はそのような新材料をいくつも開発しています。このような材料を触媒に用いることで、既存の触媒と比較して200倍以上高いアンモニア合成活性を実現しました。またこのような高い触媒性能をルテニウムなどの非金属を一切使用することなく実現できることもこの材料の特徴です。私たちは元素、特にアニオンの種類や配置を自在に制御することで、アンモニア合成だけでなく様々な化学反応の省エネ化を目指しています。今回紹介した成果は学生たちの努力によって見出された成果で、得られた研究成果は特許や学術論文として世界に発信しています。また学術研究だけでなく、企業との共同研究を通じて得られた成果を社会実装することも積極的に取り組んでいます。私たちと共に水素社会構築に貢献する夢の研究に取り組みたい方をお待ちしています。